高川学園ラグビー部は5月に行われた7人制ラグビー県の予選会決勝で大津六陽高校を破り優勝。全国大会への出場権を初めてつかみました。昨日練習にお邪魔しました。高校生の7人制ラグビーの大会、全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会は今年で10回目の開催と比較的新しい大会です。今年はあさって今月15日から長野県で開かれ、3日間で予選リーグから決勝トーナメントまでを戦います。大会前、地元での最終調整、選手たちは自信を覗かせました。今の練習を終えて、もう準備は完璧なんで、必ず全勝して、トーナメントの方に上がっていきたいなと思います。中学校から約6年間一緒にやってきた仲間なので、みんなで行けるところまで上目指して頑張っていきたいです。チームの団結力は十分です。高川学園ラグビー部は15人制でも全国高校選抜ラグビーの県予選を制した強豪。選抜で15人制で初の全国大会を経験しているメンバーが意識をして練習してきたのは展開ラグビーですね。大外で勝負したり仕掛けたり。準備はバッチリ、自信を持って大舞台に立ちます。強化をしてきた成果がようやく出てきたなというふうに思いますので、山口県代表として堂々と戦っていきたいなというふうに思ってます。攻め攻め、頑張るぞ。よし。